レッチェ、ここまで22試合消化して9勝8分け5敗、勝ち点35の6位ということで、3差で迫ってきている7位 FC 東京との直接対決ということになります。もうすでに FC 東京のサポーターの方も来ていらっしゃいますけれども、まあ、いい試合をね、お互いして、まあ、最終的にはやっぱり紫の選手たちの勝利を我々が喜びたいなというふうにも思っているわけでございますけれども、双方やっぱり今日は競馬であるからこそサッカーがそしてスポーツが楽しめるんだなということをぜひ皆さんも噛みしめて共有していただきながら、この被爆ピアノとともにお届けする時間もあります。そして何よりもサッカーサンフレッチェ広島、その勝利に目指して彼女たちのまずはパフォーマンスで願いく2回ステージスタートしていきたいと思います。サンフレッチェレディース2022スプラッシュ、本日はワコちゃん、モモちゃん、アイちゃんの3人でのパフォーマンスです。たっぷりの皆さん、エナシー受け取っていってください。スプラッシュの登場。皆さん、ブーテンタン、ブーテンタン、ありがとうございます。まずは自己紹介させてください。モモです。ワコです。アイです。3人合わせてスプラッシュです。よろしくお願いします。はい、雨予報だったのに曇りになってよかったね。本当によかった。でも皆さん暑いので、皆さん言い過ぎた水分補給ぜひ皆さんしっかりしてください、はい、ということで最初の曲いきましょう。サンフレッチェ広島公式応援ソング、ときめいてハットトリックメタルバージョン。
今日はね、先ほど渡辺さんの MC にもあった通りピースマッチということでサンフレッチェレディース2020にさせていただけていること、そしてこのような素敵なステージに立たせていただけていること、すべてのことに感謝し、今日一日ステージをさせていただこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速次の曲に行きたいところなんですけれども、じゃあちょっと話してこよう。そうだね、なんか話そう。というか皆さん気づかれたと思うんですけど、美爆ピアノが置いてありますよね。ポリズルもね、飾ってあるし、すごい綺麗で、実は次の曲はね、そうなんです、この美爆ピアノを使って、和子と愛が、1曲披露したいと思っています。はい、大丈夫かな。はい、頑張ってね。バッチリで、今日の歌は広島の歌ではなくて、沖縄の本土返還50年ということで、今回は沖縄の歌を1曲披露させていただきたいと思います。はい、今年準備は OK？ OK！ OK です。じゃあ行きたいと思います。それでは聴いてください。サトウキビ畑。そして今日は平和にちなんだ催しがありまして、
まずは折鶴展示が場外折鶴展示ブースにありまして、私たちスプラッシュの OG さんだったり現メンバー、そして研修生の折鶴も展示していただいています。選手の皆さんの折鶴もあるので皆さんぜひ見に行ってみてください。そして試合終了後に平和のライトアップショーというのがありまして、皆さんの後ろの大きい通りがあるの皆さん分かりますか？そこにですね、ライトアップショーが試合後45分間あるので、皆さんぜひ試合後もライトアップショーを楽しんでてください。はい、そしてですね、16時30分から各ゲート、各入場ゲートにて、この応援ハリセンが1万5000名様に配布されます。はい、そしてね、今回はピースマッチということで、うん、色が緑なんですけど、選手入場時や、ハーフタイムの時に一緒に掲げてください。私たちもね、掲げたりするので、皆さん一緒に掲げてください。お願いします。はい、ということで次は恒例の産地体操に行こうと思います。はい、皆さんぜひ暑いんですけど一緒に体操していただけると嬉しいです。無理せずお願いします。大丈夫かな？ OK？ それでは行きましょう。ミュージックスタート。
違ったステージをお届けできるかと思いますので、皆さんぜひ2回目のステージも待ってます。そして次のステージは被爆ピアノを演奏されます。はい、はい、ということでスプラッシュでした。ありがとうございました。ありがとうございました。暑い中ありがとうございました。2回目もお待ちしてます。ありがとうございます。わこちゃん、ももちゃん、あいちゃん、スプラッシュのみんなありがとうございました。